バラオは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ旧潜水艦のネームシップ、艦名は、脱目のサヨリの一種にちなむ、バラオハーフビークバラオは1942年6月26日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1942年10月27日に、セオドアシーエールワード夫人によって浸水し、 艦長リチャード・イーチ・クレイン少佐の指揮下1943年2月4日に収益する。収益後は太平洋艦隊に配属、コネチカット州ニューロンドンでの6週間にわたる訓練後に太平洋戦線へ向けて出航。7月10日にオーストラリアのブリスベンに到着して第7艦隊潜水部隊と合流し、潜水母艦フルトンによる簡単な改装を受けた。 7月25日、バラオは最初の紹介でビスマルク諸島方面に向かった。7月29日に潜水艦救難艦クーカルから燃料の補給を受けた後、8月7日までにビスマルク諸島とトラック諸島間の主要航路と思われる海域に進出した。しかし、この海域では5度にわたって日本船との接触はあったものの、いずれも攻撃までには至らなかった。 8月26日まで紹介した後、パラオとラバウル間の航路に移動した。移動後は、頻繁に日本機に発見され、その度に先行と戦闘配置を繰り返した。しかしながら、この海域でも結局戦果を上げることはなかった。9月13日、バラオは51日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。10月4日、バラオは2回目の紹介で、シルバーサイズと共に、 ビスマルク諸島方面に向かった。10月11日に、ツラギ島で給油した後、パラオに割り当てられたビスマルク諸島北方海面に向かい、パラオ諸島とラバウル間の交通線を狙った。10月17日には、輸送船団を発見し、攻撃態勢に入り、魚雷を6本発射したが、船団側の高速で巧みな回避運動により、命中しなかった。 護衛艦が反撃し、バラオに対して爆雷攻撃を行ったが、バラオに損傷を与えることはなかった。一週間後の10月23日、バラオはマヌス島北北西沖450キロ地点で、ラバウルからパラオ諸島に向かっていたおレレロック戦乱を発見し、攻撃のためにシルバーサイズを呼び寄せた。先にシルバーサイズが攻撃を仕掛け、 天南丸、火山丸、清田からる丸の三隻の輸送船を撃沈及び大破させた。次にバラオが攻撃する順番となったが、あいにく護衛艦が制圧行動に移っており、バラオは新進度への先行を余儀なくされて攻撃の機会を逸した。バラオは浮上してからシルバーサイズから戦火に関する情報を受け取った。バラオはこの後、一旦補給のために、つらぎ島に行き、 同地で魚雷の補充と給油を実施した後、10月28日までにトラック諸島南方の重要海域に到着した。11月4日には2隻の輸送船を中心とする輸送船団を発見し、魚雷を6本発射したが命中しなかった。バラオは11月7日までこの海域で紹介を行った。11月16日、バラオは43日間の行動を終えて、 ミルン湾に帰島、フルトンに横付けして整備を行い、クーカルのための目標艦にもなった。艦長がシールズシーコールに変わった。12月13日、バラウは3回目の紹介でビスマルク諸島に向かった。最初の2週間は敵に遭遇しなかったが、12月27日になって2隻の最上型重巡洋艦と2隻の浅潮型駆逐艦と思われる艦隊を発見した。 艦隊は20ノットの速度でジグザグ航行をしており、バラオは2隻目の従順を目標に定めて、魚雷を4本発射し、爆雷攻撃から逃れるため、新進度先行で被退していった。やがて3つの爆発音を聴取し浮上したが、海面上に損害の兆候を認めなかった。バラオは自身の1944年を大型貨物船と2隻の護衛艦の発見で、 スタートさせた。天候は襲撃側のバラオにとってはやや不都合であったが、それでも夜に入って大きな目標に向けて魚雷を6本発射。何発かの命中音が聞こえ、翌日に浮上した時には姿が見えなかったので、バラオは大型貨物船撃沈を確信した。しかし、この大型貨物船、元特設巡洋艦は沈没せず、 バラオは、しばらくしてその姿を発見した。バラオは再度攻撃態勢に入ったものの、護衛艦に阻まれて攻撃できなかった。1月7日、バラオは38日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。2月6日、バラオは4回目の紹介で、ニューギニア島北方海域に向かった。2月13日に、ツラギ島で給油した後、担当海域に到着した。2月23日未明、 バラオは、南位0度11分、統計135度レ分ブンの海域で2隻の輸送船と1隻の護衛艦を発見した。バラオは輸送船に向けて、魚雷を6本発射し、うち3本の命中を確認。護衛艦は一旦ハバラオの方に向かってきたが、結局攻撃してこなかった。攻撃後、バラオは浮上して漂流している生存者を救助し、彼らの口から撃沈したのは、 陸軍輸送船引丸であることが分かり、日治丸は来撃されて、急速に沈没していったことも判明した。バラオは、ガトウと共同で付近を紹介し、2月26日には、ガトウが輸送船団を発見して攻撃に成功したが、バラオは護衛艦に邪魔をされて、船団を攻撃できなかった。2日後の2月28日、バラオは、 北緯00度十五分統計三十三度零二分、北緯点二五零度統計十三点零三三度、零点二五零百三十三点零三三の海域で水平線上に煙を見つけ、やがてそれは三隻の輸送船と護衛艦であることが分かった。バラオは先行して戦闘配置を例し、まず戦闘の輸送船に向けて魚雷を六本発射し、 その後ろ向きを変えて、別の目標に向けて、艦尾発射艦から魚雷を発射した。魚雷は二つの目標、陸軍輸送戦車を占丸と、小砲丸に命中し、数回爆発した。あたりは煙に包まれて何も確認できなかったが、レーダーで目標のうち二つが消えていることを確認。バラオは残る目標を攻撃すべく、護衛艦を誘い出そうとしたが、三番目の輸送船を、 発見できなかったため攻撃を打ち切った。3月3日には小型貨物船と護衛艦に対して絶好の攻撃ポジションから魚雷を4本発射したが命中しなかった。その直後には別の小型貨物船4隻の船団を発見したが逃げられてしまった。翌3月4日にも2隻の輸送船を探知しスコールの中を追跡した後魚雷を4本発射したが 今回も命中しなかった。やがて護衛艦の反撃を受け、バラオは爆雷から逃れるべく海底でじっとしていた。魚雷を使い切った、バラオはランゲマク湾で給油した後、真珠湾に向かった。3月19日、バラオは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がマリオン・ラミレスでアレラーノに変わった。4月24日。 バラオは5回目の紹介でパラオ諸島方面に向かった。ミッドウェイ島で給油した後担当海域に向かい、5月14日には小さな輸送船団を発見したが護衛艦に阻止された。バラオはパラオ諸島とヤップ島の間で紹介を続けた後、6月1日になってレーダーによって4隻の輸送船が向かってくることを探知した。日付が6月2日になった直後、 バラオは最も大きな目標に向けて、魚雷を6本発射し、2つの命中音を聴取した。バラオは2つ目の目標を攻撃すべく行動したが、護衛艦の制圧を受けてこれ以上の攻撃はできなかった。攻撃後、燃料事情が逼迫してきたので帰還することとした。6月12日、バラオは48日間の行動を終えて、マジュロ干渉に帰還。 潜水母艦スペリーによる整備を受けた。7月5日、バラオは6回目の紹介で、パラオ諸島方面に向かった。7月26日、バラオのいる海域に近くに、空母バンカーヒル所属の戦闘機が着水し、バラオは戦闘機のパイロットを救助した。バラオは救助したパイロットを、駆逐艦同地に移常させた後、アンガール島に対して、艦砲射撃を行い、灯台などに、 いくつかの命中弾を得た。翌7月27日にもペディリュー島近海で別のパイロット2人を救助した。7月29日には合流してきたドラムと共にサンパンを撃沈した後、8月12日まで紹介任務を続けた。任務終了後、バラオは駆逐艦カニンガムと共にサイパン島に向かった。8月22日。 バラオは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その後本国に向かい、8月30日にメアアイランド海軍造船所に到着して、オーバーホールに入った。オーバーホール後、11月15日に真珠湾に戻り、磁気紹介の準備に入った。12月4日、バラオは7回目の紹介で、東シナ海、航海に向かった。 サイパン島で合流したスポット、アイスフィッシュとウルフパックを構成し12月17日にサイパン島を後にし、担当海域に向かった。海域では、しばらくの間は、漁船と浮遊機雷しか見るものがなかったが、1945年1月8日、未明になって、北緯34度37分統計122度12分、北緯34.617度統計122.200度、 34.617122.200の地点で大きな目標を探知した。この目標は福岡県若松港から鉄道枕木を搭載して長江沿岸部の裏口に向かっていた戦時標準線タ合丸であり、タ合丸は護衛なしで航行していた。バラオはタ合丸に監視を向け、魚雷の発射機会を伺った。 ほどなくして、魚雷を6本発射。うち3本が命中した。バラオは、なかなか沈まないタイゴーマールに向けて、さらに魚雷を打ち込み、5本を命中させようやく、撃沈した。1月19日、バラオは42日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰た潜水母艦アポロによる整備を受けた。艦長が、ロバート K ・ウォーリントンに変わった。 2月27日、バラオは8回目の紹介で、天地、ガードフィッシュ、シーデビルとウルフバックを構成し東、シナ海に向かった。3月9日、バラオは大陸沿岸で2隻の護衛艦をつけた小型タンカーを発見した。バラオは小型タンカーを攻撃したが、護衛艦の反撃を受け軽い損傷を受けた。しかし、修理の上紹介を続けた。 3月18日、バラオは188トンのトロール星を発見して、浮上報船で撃沈した。翌3月19日、今度は、北緯33度07分統計122度05分、北緯33.117度統計122.083度、12 33.117、33. 122.083の上海ム北東225キロ地点で、 文字からキールに向かっていた、元43戦団を発見、艦首と艦尾の両方の発射管から3つの目標に向けて、魚雷を発射し、まず立春丸に1本が命中、立春丸は大破したものの上海に入港することができた。次に、箱崎丸に2本が命中し、箱崎丸は沈没したが、場所が水深15メートルの旋海で、上部構造物は、 水面上に出ていた。同日の夕刻には、トロール船の船団を発見し、そのうちの4隻を撃沈した。3月21日には、2隻の輸送船と4隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、夜明け頃に攻撃したが魚雷は命中せず、攻撃は失敗した。3月26日、バラオは、 北緯35度17分統計123度13分、北緯35.283度統計123.217度、12 35.283123.217の地点で、第一新東丸を発見し、小型護衛艦の反撃をかわして、浮上報戦によりこれを撃沈した。紹介を終えて帰還中の4月2日には、 低空から飛来した日本機の攻撃を受けたが、先行してことなきを得た。4月8日、バラオは40日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。5月3日、バラオは9回目の紹介で、シャードドラゴネット、スパイクフィッシュとウルフパックを組んで、航海に向かった。この頃になると、日本の主な船舶は姿を見せず、獲物は不十分だった。 5月19日、バラオは、北緯38度09分、統計124度39分、北緯38.150度、統計124.650度、38.150、124.650の地点で、小型貨物船を発見し魚雷を3本発射したが、魚雷は閲走して、小型貨物船には命中せず、付近の30トンクラスのジャンクに命中して、ジャンクを撃沈した。 5月23日には、日本機の攻撃を受け、停滞損害を受けたため、新珠湾に戻ることとなった。バラオは、その道中で、東スクから重水園で苦しむ乗員を、サンドランスから負傷した乗員を引き取った。バラオは、突然の魚雷攻撃をかわして、進路をミッドウェイ島に向け、6月3日に到着して2人の苦しむ乗員を降ろした。6月7日、 バラオは35日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月7日、バラオは10回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、第38任務部隊による日本空襲のための支援を命じられていた。バラオは担当海域で4名のパイロットを救助した。また、8月14日に、 北緯39度04分統計142度16分、北緯39.067度統計142.267度、39.067 14、39. 142.267の地点で2隻の特設艦指定を発見し、そのうちの1隻を撃沈した以外には、日本船には1隻たりとも遭遇しなかった。8月15日の終戦を洋上で迎えた、バラオは、 救助したパイロットを介護したピートに異常させた後、真珠湾に向かった。8月25日、バラオは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。バラオのバトルフラッグバラオは8月31日に、スタテン島に向けて、真珠湾を出港した。スタテン島で乗組員の休暇とオーバーホールの後、バラオは1946年8月20日に、 退役しコネチカット州、ニューロンドンで、大西洋予備役艦隊の一部として保管される。その後、バラオは1952年3月4日に、ニューロンドンの海軍潜水艦基地で、艦長 SV ハドレー少佐の指揮下災収益し大西洋艦隊の第4潜水艦部隊に配属される。成長訓練後、バラオはフロリダ州キーウェストで、第12潜水艦部隊に転属し、 キーウェスト及びグアンタナモアンにおいて対潜水艦船開発部隊の訓練下任務に従事したアメリカ南部の港井の何回かの親善訪問の後バラオは第24巡洋艦部隊と合流して対潜水艦船訓練を行い1957年1月6日には南米へ親善巡航を開始する南米諸国の海軍との合同演習を行った後バラオは ベネズエラのカラカス、ブラジルのリオデジャネイロ、ウルグアイのモンテビデオ、アルゼンチン、ブエノスアイレス州のマルデルプラタ等を訪れた。バラオは3月22日にキーウエストへ帰還した。翌年はグアンタナモワンへ4度の展開を行い、それぞれ1ヶ月間の活動で水上艦艇との回復訓練を行った。バラオは1958年7月19日に チャールストン海軍交渉でオーバーホールを行うために、キーウェストを出港した。作業は11月13日に完了し、ニューロンドン及びニューポートでの回復訓練を行う。11月30日にキーウェストに帰還すると、12月にはアーチャーフィッシュと共に12日間の対潜水艦船訓練を行った。1959年、バラオはケイリー・グラント、 トニー・カーティスの出演する映画、ペティコート作戦の撮影に使用され、ピンクの潜水艦として出演した。撮影が完了すると、再び作戦活動を再開する。4月1日に、ギース -285 に、艦首変更されたが、そのまま、訓練艦としての任務を継続した。1961年3月3日には、 上院救出用の新型機材をテストするため、航行不能となった潜水艦の役割を果たした。その機材は、スタインクフードと呼ばれ、W 海松尾根中佐と発明者の HE スタインク注意によって操作され、318フィートの深海から55秒で水面へ浮上するという新記録を樹立した。 その後は6月28日から11月4日まで、バラオはオーバーホール及びバッテリーの更新を行い、作業が完了すると、キーウェストへ戻り訓練任務を再開した。1962年4月には、地中海に配備され、第6艦隊に合流、NATO 軍と4ヶ月間の訓練を行う。バラオはさらに、機が生じた10月から11月にかけて、西,西洋へ展開したが、 問題が収集すると、定時の訓練任務を再開した。1963年、検査、探査委員会が、バラオはもはや現役任務に適さないと認定した。バラオは1963年8月1日に退役し、同日除籍された。バラオの船体は9月6日に標的として、フロリダ北部の沖合で沈められた。 バラオの司令塔と戦望鏡は取り外され、現在もワシントン DC のワシントン海軍造船所に所在する海軍記念博物館に展示されている。バラオは第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。